本日私は浅草線新型車両5500型の試乗会に来ております。車両のコンセプトは日本らしさとスピード感が伝わる車両です。外観は浅草線沿線とゆかりのある歌舞伎の熊取をモチーフに凛々しさと躍動感を表現し、内装は和紙や江戸切子などの柄のイラストを使用し、落ち着きのある和の雰囲気を取り入れています。また人に優しい車両を特徴とし、全車両に車椅子スペースまたはフリースペースを設置し、そして乗り降りしやすいように乗降口脇のスペースを拡大しています。スタイリッシュな歌舞伎のデザインが浅草線を駆け抜けていく日が楽しみですね。以上、柏原美希の鉄道リポートでした。バイバーイ。